私、桃宮一郎13歳。ごく普通の中学1年生。突然地球の未来を救うミューミューになっちゃったの。でも、ドキドキすると勝手に耳と尻尾が出ちゃうし、エイリアンを倒すまで普通の女の子に戻れないなんて、聞いてないよ。まあ、くよくよしてもしょうがない。一緒に戦ってくれる仲間も見つかったし。みんな、行くよ。地球の未来にご褒美するにゃ。白金の過去、ミュウミュウ誕生の秘密。もう5年になるのか。で、朝っぱらから何の用なんだ？あ、うん、なんだっけ？忘れたならとっとと学校行け。あ、思い出した！猫科のことよ！猫科がどうかしたのか？どうしたもこうしたもないわよ！最近やたら猫になって大変なんだから！最初は、ちゃんとキスしなければ猫になることはなかったけど、この頃は犬に舐められてもなっちゃうのよ。こんなんじゃ、お嫁さんいけないじゃないの。嫁？誰の？おう。そんなの、あんたには関係ないでしょ。だいたい、私が誰と結婚しようと、白金が口出しする問題じゃない。プライバシーか。そう。だったら、俺のプライバシーも尊重してほしいな。え？着替えるんだ。出てってくれないか。じゃあ下にいるからね。もうはぐらかすのだけはうまいんだから。やあ、いちごさん。あ、赤坂さん、おはようございます。こんな朝早くからどうしたんですか？白金を待ってるの。一言文句言ってやんないと学校行けないから。
寮ならもう出かけましたけど。やられた。まったくもう何なのよ一体。わーい、イグアナーだ。いたような気がしたけど、変なの？もうまたなっちゃったよ。早く元に戻らなくちゃ。キスの相手を探さなくちゃ。あ、いた。今回はあれね。ようになってしまったら、こんな私って一体。わーい、いいかな。帰ろうぜー。だえあ、またもういい加減にしてよ。あ、よし、今度はあの子ね。うわっ、びっくりした。ちょっとそこのお嬢さん。おら、おめえか。最近ここいらでいたいけな小動物を襲っては無理やりキスしまくってるメス猫ってやつは。いや、俺の女に手出したいい度胸だぞ。覚悟はできてんだろうな。あの、これには深い事情がありまして。問答無用だ。うん、やあ、あ、め、目が、あ、いった。あんた、さあ、行くぞ。ここなら大丈夫だ。じゃな。ありがとう。あ、そうそう、お前キスマだったんだよな。え、何？じゃあな。何者なの？なんか知らないけど、私がピンチの時に助けてくれるのはどうして？なんか青の騎士みたい。まさかね。まあ、いつもお世話になってるし、猫缶ぐらいおごってあげるから一緒に行こう。もう限界だ。よう、元気か？なんてな。な、そういうこった。バレちまったもんは仕方ねえな。嘘、白金
メか。アルト！イチゴ、イチゴ、大丈夫？なんで白金がアルトに？どうもお待ちどうさまです。商店もやってる暇もないのか。1号何ぼーっとしてるの？ほら、手伝わなきゃダメでしょ。なんで白金が。お、あ、よう、頑張ってっか。どうしよう、これじゃまともに目も合わせられないよ。いちごさん、いちごさん。はい、どうぞ。あの、赤坂さん。いちごさんの笑顔を曇らせた原因はズバリ量ですね。え、聞きましたよ。見ちゃったんでしょ、うん、すみません、今まで黙っていて量に口止めされていたもので。でもこれだけは分かってください。黙っていたのはあなた方に心配をかけたくないという彼なりのスタイルですから。なんとなくわかる。でも5年前のことです。私はその頃アメリカで寮の父、白金博士の研究のアシスタントをしていました。博士は有名な考古学者でした。しかしある遺跡を発見してから密かに未確認生物のテクノロジーを解明するための研究をしていたのです。そうか、寮がそんなことを。ええ、博士の後を継いで学者になるって張り切ってそのノートを読んでましたよ。私と違ってあいつは IQ180 を超える本物の天才だよ。やろうと思えば何だってできるだろう。ただできることなら私のようにはなってほしくないな。博士、日の目を見てはいけない研究。もし私たちがあの遺跡を発見していなければ、人間以外の文明が存在しこんなキメラを作り出していたことを知らなければ、そして今なお恐ろしい危険をはらんでいることに気づかなかったんだな。ヘイジェニー、オーケー。ヘイジーニアスボーイ。毎日こんな調子じゃママはいつかお医者さんになれちゃうかもね。仕方ないだろ、向こうが勝手に仕掛けてくるんだから。はい、腕を出して。何がおかしいの？嬉しいのよ。僕の不幸が？違うわよ、手間のかかる息子がいて私は幸せだなって。何それ。いいからほら動かないで。叱らないの？どうして？だって普通ママは子供が喧嘩したら叱るもんでしょ。叱らないわ。なんで？だってあなたは悪くないんでしょ。手間のかからない母親だな。信用していると言って。はい、痛いってば。動くからよ。寮を大学へ行かせたらだって？はい、日本ならともかくアメリカならばそれも自然でしょう。それは構わないが、首を縦に振るかな。利発すぎる彼はもはや学校では浮いた存在になってます。このまま無理して今の学校へ通わせるのも酷かと思われますが。親の希望は叶わないようにできているのかな。あの愛想の悪さは誰に似たんだろうね。さあ、天才ゆえの孤独か。赤坂くん。はい。あいつの友達になってやってはくれんか。無理ですね。え？彼とはとっくに友達ですから。そうか。
大学へ行けば少しは話し相手もできますよ。専門用語が多少増えるでしょうけど。ねえ、慶一郎はどうしてパパの研究の手伝いをしているの？さあ、どうでしょう。慶一郎だってそれだけの才能があるんだ。研究室の一つぐらい持てるはずだろ。私の今の研究課題は美味しいお茶の入れ方、それにティーカップの織りなす曲線の科学的考察ですから。またいつもそうやってごまかすんだから。それに、博士は魅力的な人ですからね。何？何の音？わかりません。でも音の方角は。あ、見て！うちの方だ！急ぎましょう。燃え尽きてなんかいない。父の研究は俺が引き継ぐ。日本へ行く。そこで父のミュープロジェクトを完成させる。亮、覚えてる。研究ノートの全て俺が覚えてる。白金博士の意志を継いでミュープロジェクトを完成させたのです。ようやくできました。あとは彼女たちにこれを照射すればいいだけです。これは本当に安全なのか？今さら何を。この研究が完璧なことはあなたが一番よく知ってるはずです。亮、一体何を。圭一郎、今からの実験を全てお前に一任する。これが最後の実験だ。遺伝子が適応していないものに打てば動物化してしまうだけということを分かってきて、あんたという人は。実験はこれで全て終了です。ミュープロジェクト始動します。亮はそれ以来自分の意志で猫に変身できるようになったのです。もっとも
10分以上そのままでいると人間には戻れなくなってしまいますが、リョウはあなた方のために自らニュープロジェクトを試したのです。白金、いつも私たちのこと見守ってくれてたんだ。いちごさんたちの前では何も言いませんが、リョウは必ずあなたたちのことを守るといつも言っていますよ。知らなかった。私、そうとも知らずに白金にひどいことばっかり言って。勘違いするな。俺がお前たちを巻き込んだんだ。俺は当たり前のことしかしていない。でも、私、白金にそんなことがあったなんて知らなかったから。白金、かわいそう。バカ、人のことかわいそうなんて言ってる場合かよ。すみません、私でよろしければ変身を解くお手伝いをさせていただきますが。お前らな。白金！ん？あんたなんか一生同情なんてしてやんないんだから。いい心がけだな。でも私頑張るから。だって分かっちゃったんだもん、白金が真剣だってこと。だから私頑張るんだ。それだけがきっと私にできることだから。ユニューストロベリーメタモルフォーゼ。クリスマス、青山くんをまっすぐ見つめ返したいのに。